敵がいるよ。行くぞ。Yeah!
さてと。うん。これは何だ？もしかして。一体どうして？それは。それじゃあ、行くか。あれが暗黒騎士。私も実際に見るのは初めてですが、特徴は一致します。見て、彼の足元。穴？やっぱりカラントによって蘇ったのか。でも花の数が多すぎる。他にも蘇った暗黒騎士がいる可能性があるな。彼に直接問いただしてみましょう。私は聖号騎士アリス・シンセシス・サーティ。あなたに聞きたいことがあります。他の暗黒騎士はどこへ？あなた方の目的は何ですか？素直に答えてはくれなさそうだな。みんな聞くぞ！
結局暗黒騎士の目的は分かりませんでしたね。他の暗黒騎士が火星に来ることもなかったしな。蘇った他の騎士はどこかに移動したのかもしれない。蘇った暗黒騎士が目指す場所どこだろう。わからないけど、逃がした暗黒騎士がいる以上この情報を他の聖号騎士と共有した方がいいな。それならすぐにでも対策本部にこのことを伝えに行くべきだ。ええ、私もそれが賢明だと思います。それじゃあオートへ戻ろう。暗黒騎士は本当にカラントで蘇ったのですか？暗黒界からの侵入が起こったのではなく。俺は現在の暗黒騎士団を率いる男を知っている。そいつの部下がこの機に侵入を試みるとは思えねえ。やはり推測通り過去に命を落とした騎士が蘇ったんだろう。おそらくそうだと思います。しかし暗黒騎士が人界をさまよっているなど当面安心はできませんね。その場に残った暗黒騎士と移動した暗黒騎士がいるってのも不思議だな。ええ、彼らは二手に分かれた可能性もあります。目的を探るのは急務になりそうですね。しかしどうやって探すんです？カラントと違ってひとところに留まっていてはくれません。飛竜を使うべきかもしれませんね。ああ、それも考えないとならないが、ひとまず消えた暗黒騎士は聖号騎士と東帝国の近衛軍からどうにか人員を確保して探す。それじゃあ俺たちは別に頼みたいことがある。かつて暗黒騎士が命を落とした場所を回ってくれねえか。命を落とした場所ですか？ああ、カラントで暗黒騎士が蘇る場所は要はあいつらが死んだ場所だ。僕たちが暗黒騎士を見つけた場所も彼らが過去に命を落とした場所なんですか？数十年前に侵入してきて暗黒騎士を迎え撃つため、あの場所に聖号騎士を送った覚えがある。聖号騎士によって暗黒騎士が撃たれた場所が他にもあるってことだな。ああ、俺が覚えている場所を全てお前らに伝える。ではその場所に行って先にカラントを切れば。ええ、暗黒騎士が蘇るのを防ぐことができます。カラントを切って復活自体を防げば奴らの目的が分からなくとも行動を阻むことができる。なるほど、確かに有効かもしれませんね。暗黒騎士が命を落とした場所はそう多くない。お前たちだけでなんとか回れるだろう。念のためカーディナル殿にもこのことを伝えておく。俺の耳に入っていないだけで他にも暗黒騎士を迎え撃った場所があるかもしれねえからな。ああ、頼む。それではキリト、急いでその場所を目指しましょう。あの、分かったよ。